はい、どうも、ケンタ店長です。この間の、女王様ね、ゆずみなの女王様と動画撮った、今、直後で、これ2本目の動画、今撮り始めてるところです。で、今回な、何の動画かというと、あのね、ちょっとコスプレをね、さしてみようと。ゆずみが入るコスプレ、なんだというわけで、ちょっとコスプレちょっと やらしてみようかなと思って、家からね、これ女子高生のねこれ持ってきました。ブラウス、スカート、ベスト、リボン。リボンなかったからリボン持ってきてないけど、これ女子高生 JK のですね、コスプレの、まあ、衣装持ってきたんで、これ押し入れで眠ってた、多分昔覚えてないけど、まあ、昔多分彼女かなんかに買ったんだろうね。それがね、俺んちのお尻に眠ってたんで、それをちょっと女王様にちょっと着てもらおうかなと思ってね。入れ墨とね、スタイルいいのと、それのコスプレが相まると、なかなかちょっとまあ、なかなかパンチの効いた絵になるんじゃないかなと思って、ちょっと今日コスプレ、今してもらってます。まあ、そのカメラの向こうにいるんだけど、ね、ほら、脱ぎ散らかした服もあるし。ぽいどう、オッケーですか？スタンバイオッケーですかね？うん、大丈夫。ごめん、ちょっとね、お尻に入ってたからね、シャツがね、シュワクチャなんですよ、もう。だからそこはちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと、着せてみました。うん。じゃあ、いいんじゃないですか？ちょっと出てもらって。そしたらね、今度こっち行きます。カメラ見るから。レッテッテッテーン。というわけで、入れ墨と、女子高生の制服。どう？これ、ここ、かわいいかわいい、ここだけ見ると普通の女子いけるよね。これ年齢前回言ったっけ。シャツ持つ人がいいかな。シャツほんとシワクチャだけど、すいません、ほんとにお尻に押しつぶされてシワクチャになっちゃった。今ね、顔とねスカートどっちも映らない、うん、最悪のポジションで。いや、そうそう、すごいね。どう、これ女子高生に見えるよね。今いくつ、これ年齢公表したんだっけ。うん、いくつに見えるかな。内緒にしとこういいでしょこれ JK。 ちょっとじゃあ立ってみようか。足のさっき見たけど、ちょっとどの、あ、ここ、うん、いいんじゃない。足、どうこれ。ここそう、映ってる、映ってる。なかなかセクシーなことになってません、これ。 JK の制服と、あ、いいよ。特にね、うん、ここら辺のあの、なんかあれがセクシー、チラリズムじゃないけど、まあ見えてないけどあ、いい、見えそうで見えないら、そう、まあ、見えてもね、なんか水着だから問題ないと思うんだけどね、下着じゃなくて上も下も水着だから見せない方がいいよ、多分ね。どうなんだろうね、見せたらやばそうだもんね。一応パンチャ、パンチャでも水着だけどね。これは NG。 見えてないからいいと思う。もっと座るんだろ、後ろだな。超アップなってる、うん、これ大丈夫かこれ性的なコンテンツ引っかかんないね。あ、いいんじゃない、まあ、グラビアというわけで。なかなか、あ、いいよね。なかなかいないけどね、こんな女子高生ちょっと角立ってみて。どうすかこれコスプレ。ちゃんと今どっちもあの下着映ってない、下着じゃなくて水着だけど、あ、いいよ、いい、いい、いないよねこんな JK。 足見て、これ大学だよ、こんな女子高生いたら低学通り越しだよね、これ夏休みでさ、夏休み明けにさ、おはようございます先生ってこうなってたら間違いなく、すごいよね、来ても気合いが入ってるよ。いやいや、生徒指導通り越せも校長してる。いいんじゃない。シャツはシャツにしてみよう、シャツ。え、シャツシワシワしてるよ、いいじゃん、しゃあないじゃん。シャツね、ごめん、本当にお尻の奥底に眠ってたね、シャツだからね、シワクチャだなおい、本当にめちゃくちゃシワクチャ。じゃじゃじゃん、どうですかこれ、入れ墨とコスプレ女子高生のこのコラボレーション。まあ絶対にいない組み合わせだけどね、まあ、世の中広いがいるんかもしれないけどさ、怖いよなこれ。タコのやつが攻めてきてさ、その中に混ざったらビビるよね。あ、いい、あ、やっぱね、シャツの方がね、いい。これシワ、うん、すごくいいと思う。シワシワ、シワシワだけど、でもそれでもね、オッケーいけてる。うん、これホテルじゃなくて、これちゃんとカラオケですからね、これね、カラオケなんでね。あ、いいんじゃない、ちょっとシャツ前開けて、これ中水着だから下着じゃないからライン、そう、入れ墨と女子高生のコラボ、どうこれ、結構いけてない。前全部開ける、うん、いいんじゃない、開けてもその中のかっけー。
これ番長でしょ、これ女番長だよ、女番長、怖い、かっこいい、こんな女子高生マジ怖いよ、いたらこれ。あ、いいね、どうですかね、この入れ墨とコスプレのコラボ。これ YouTube さん水着なんで、あの全然下着じゃないんで、まあ、見るからに水着なんでね、全然問題ないと思うんですけど、どうすかこれ、入れ墨と制服のコラボレーション、いい感じでしょ、いい感じじゃない。足ちょっともう少しめくってみて、かっこいい。そこにね、やっぱガーターベルトつけて、そこにナイフ仕込んでほしいね。あの仕込みナイフみたいな、危ないやつだね。うわ、いいね、いいね。どうこれ、このコスプレシリーズ、このこれカラオケの、そ、あ、かっこいい足、あー、いいよ、非常にいい。1万円ぐらいでちょっと今日どうですかね、今晩。安い、1万円、安い。いいね、これカラオケのね、外の部屋からね、目線とかちょっと怖いけど、これさ、カラオケこれ監視カメラでしょ、あれ、カメラがついてるんじゃない、これ何やってんねんこいつらって絶対思うよね、これね。カメラ戻すね、何やってんのこいつらって絶対思ってるよ。あいつら制服着出しよったぜっつって脱ぎよったぜっつって、まあいいんじゃない、こんな感じ。これ、ね、ちょっと制服じゃないけど、この入れ墨のちょっとコスプレ企画ね、ちょっとね、やっ、もう一回ちょっとやりたいから、と次もっとちょっとマニアックなね、ちょっとコスプレ考えてます。なんかリクエストあったら、まあ、動画のコメントなんか、なんかツイッターかなんかでもいいや。うわ、なんか飛んできたの。そう、動画のコメント欄でもいいや、こういうの着てほしいですって言ったら、まあ、できるかできないかベストして、ちょっとなんかアイディアくれたら。もう俺1個考えてんだけど、これ完全に俺の趣味なんだけど。何？いや、それはまあ内緒でしょ、それは恥ずかしいもん、そんなの。じゃあそれが性癖ってことだね。性癖じゃないよ。性癖じゃないけど、これちょっとあのコラボ、いや、コラボ入れ墨とのコラボしたらいいんじゃないかなっていう感じの。いいか、1個あったらさ、いいね、なかなか。ちょっとシャツがね、シワクチャで、ちょっとでもいい、足がどう、これ、この動画ダメかな。これダメ、これ、いくない、この入れ墨とコスプレってなかなかないじゃん。ちょっとそれで今度歩けば、歩けないでしょ、これで渋谷歩いてみれば、職室でしょ、職室だけど、だって別に年齢超えてるから関係ない。これで渋谷、私個人的にセーラー服が着てみたいね。あ、いいね、セーラー服と機関銃的なね。セーラー服いいんじゃない、セーラー服着てみたいな。セーラー服、これはチェックだから、うん、これはそうだね、チェックのベストだから、セーラー服いいんじゃない、セーラー服で、どこあるの、いいよ、全然渋谷歩いてあげる、渋谷セーラー服で渋谷職質されるかな。え、でももちろんそれを撮ってるんだよね、俺が撮ってるんだよね、これ付き添いがいるんだよね。いや、私一人だったらちょっと完全アウェーだよ、それは。撮って、俺が撮ってるのは分かるけど、一人でしょ、被写体は。そうだね、被写体はね。別にもう一人誰か用意してくれてもいいよ。したら、セーラー服。したら、セーラー服いいですね。そう。したらちょっと恥ずかしさ減るかな。いや、別になんかもう、セーラー服で渋谷っていう時点でかなり痛いけど。まあね。でも多分何かの撮影だと思うでしょ。でも撮影してるのがスマホって撮るのかな。なんかそれなりの機材持ってるやつがさ、それを撮ってもさ、お、なんかの撮影してるよ。まあでも渋谷はハロウィンっていうイメージが強いからね。それ普通の夏とかにやってさ、カメラがイケてるカメラ持って歩いてれば、あれなんか撮影やってるんだけど、スマホで撮ってるとただのなんかね、変質者か調子こいたやつ。けどこれはさすがに調子こいたやつは多分思わんからね。うん、いいんじゃないですか、この足が特にいいね、足と。これはもう一つの作品でしょ。コスプレでどっか歩く企画、それでどうやって、どうするの、持ってくの、コスプレしてもう直行するとコスプレを着て直行、それはでもちょっと駅とか電車恥ずかしい、なんキャリーバッグかなんかで持ってってやる。でもあれ用意するのはケンプ店長でしょ。まあ俺が用意しますよ、それはそうでしょ。それはそうです、それは俺が用意します。だからケンタ店長がキャリーバッグにセーラー服を、いや、それでもそれさ、通報されたら俺やべえじゃん、それ。まあちょっと挙動不審で、それでいこう、
でもそれ職質されても別に平気だよね。だって別に違法なものを持ち歩いてるわけじゃないもんね。そうよく職質されるかな。そうなんだ。セーラー服キャリーバッグからセーラー服とかさ、危ないそういうブルマとかいろんなの出てきたらどういうふうに言い訳すればいいこれ。ブルマを着せたいの。いや違う違う、例えば。いや俺結構ブルマってね、定番すぎてね、ピンとこないんで、俺ちょっとマニアック路線に、もう普通のね、エロティシズム、エロチックな感じで、普通のノーマルだとね、もう満足できない体になってしまったからな。大変だね。もうね、次のね、来てもらいたいの決まってるんで、3月6日、一応予定、ソータさんとコラボする予定なんで、その時秋葉原でコラボする予定だから、コスチュームショップ、それ見てこよう。個人的な趣味じゃなくて、これはあくまで動画の芸術として、芸術だよ、これ。エロじゃないからね、これは。これ YouTube の人もそうだ、通報しようと思うやつ、思うなよ、通報しようと。これ芸術だから、アートだもんね。エロじゃないよね、アートだよね。でもエロもさ、アートの一つだと思うんだけど、ある意味、違う？まあ、人それぞれかな。そう。だから、エロもアートになるやつはなると思う。ね、頭こなしにエロを、ね、否定しちゃいけないと思います、うん、そうだね若干引いてんじゃねえよ。そうだねうるせえ。そうだねじゃねえ引いてんじゃねえよ。そんな感じでちょっとね、これ何分、11分23秒、じゃあ、前回と締めてアート今回もありがとうございました。女王様です。チャオチャオ。